などをやらなければいけないなと思っております。消防団の皆様にはその自然災害の時も、そして私たちが助けを求めている時もいつでも駆けつけてくださるので、ヒーローのような存在だと思っております。今年1年もどうか幸せな1年でありますよう私も祈っております。そして明るい団員たちに今一度温かい拍手をお願いいたします。本日のパレードの引率は本郷、林郷、高輪、国分寺、石髄の各消防少年団指導者の皆様です。グレーの救急服と青色の管制光 C で行進するのは救急隊です。東京消防庁では迅速高度な救急サービスを提供するため取った予防隊です。建築物や危険物施設の審査、検査、防火管理指導を行い、照明電源車、特殊災害対策車、水難救助車、さらに手前側、補給車、奥に指揮統制車、そして10トン水槽車と続きます。消防生活2台の救助車を先頭に特殊災害対策車、大型化学車、屈折放水等車、資材搬送車、そして特殊救急車が続きます。消防救助機動部隊は大田区の第2方面、渋谷区の第3方面、足立区の第6方面、立川市の第8方面、そして八王子市の第9方面に設置され災害に備えています。続いて皆様、海の上をご覧ください。上空からは消防ヘリコプター、海の上では消防艇が集団放水を行っております。上空では消防ヘリコプター4機による編隊飛行です。先頭はツバメ、続いてカモメ、大鷹、二人が飛行いたします。飛行いました。以後の演技は4機になる飛行となります。町火消しの心意気を伝えるものの一つに現在行われておりますはしご乗りがあります。演技始め。すごい。曲をご紹介いたします。腰を一段下に落とす技は肝つぶしと言われる演技です。技の最後に両手両足を広げながらバランスを取るダイナミックな技で、見ているものをヒヤッとさせる、まさに肝をつぶすような演技です。はしごの先端で目の上に手をかざすような仕草は遠見と言われるものです。読んで字のごとく火災現場を定めるために遠くを見渡す仕草が特徴的な演技です。はしごの先端に両手をかけ、それを起点にして逆立ちをし、
ただいまはしごの上でさまざまな技を繰り広げていただいております。はしご乗りには頂上技、途中技、わっぱの3つの形があり、合計48ある技の中からそれぞれの得意技をご披露いただいております。200本の竹からたった1本のはしごしか作れないこともあるそうです。する舞台です。東京消防救急とともに検索救助活動に当たります。また我が町の守り手消防団も出場し共に消火活動に当たります。会場中央今の高層建物では、はしご車を活用し、屋上に取り残された方の救助が行われております。丸山の建物では、ただいま消防隊、消防団によって放水が行われております。木造建物が密集している場所での火災でも、幕上に水を放水することで延焼拡大を食い止めることが可能です。ただいま消防隊、消防団によって水幕を作る延焼阻止が行われております。ただいまはしご車のはしごが一斉に起き上がりました。操作台で操作をしている隊員をご覧いただけるでしょうか。はしごを操作できるのは特別な訓練を受けた隊員のみです。はしごは約15秒で起き上がり、1秒間に約1メートルの速さで上下します。また左右自在に360度向きを変えることができます。はしごが空へ向かって一斉に飛び始めました。会場中央では2台のはしご車により防災兵庫、防災で守る地域と消防団による力強い放水が始まりました。上空からそして会場では消防艇により東京2020年オリンピック